チム衛星は、オーストリアの卓球選手。中国、内モンゴル自治区出身。2004年、2008年、2012年のオリンピックに出場。もともとは、李グンさん、松下浩二の仮装選手として、中国ナショナルチームに在籍していたが、世界選手権の代表メンバーに入ることができなかったため、オーストリアに帰化した。オーストリアに帰化後、2001年の世界選手権。 大阪大会に初出場。2003年にパリで開催された世界選手権の男子シングルスでは4回戦で優勝候補の一角、大昭に勝利した。2005年のヨーロッパ選手権では男子団体においてチームの準優勝に貢献、加えて個人戦でも4回戦でシーラの完璧なカット打ちの前に出す術なく敗れたもののベスト16に入った。 2018-19シーズンは日本卓球リーグのクローバーアシカでプレーした。陳衛生のフォアドライブ、バックカットというスタイルは現代卓球においてカットマンの主流となっている。粒高での変化プレーとぶつ切れカットで相手を苦しめ、相手がカットに対応できずに少しでも甘いドライブやストップで繋いでくると攻撃型選手並みの強烈なドライブ攻撃で行き着く、暇も与えない。 また、独特の横に引くようなプッシュや反転ドライブも得意である。その反面、フォア側の守備に難があるため、クレアンガやフェイコーナーとのような剛腕タイプの選手を苦手としている。これは、バック側に数発撃たれて、外側に追い出された後にフォアストレートに打ち込まれた際の処理を増えてとしているためである。また、あまり使用しないが、ラケットを反転させ、 粒高面でのフォアカットも用いる。ありがとうございます。